勃起さん。ネタはいつもハゲばかり、五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は土曜日ということで、皆さんお休みですね。いいですね。私はまだ仕事です。ザマーミローです。はいということで、またしょうもない浮気が始まりましたよってね。はい、今日のこちらの方面は快晴です。でももう秋空ですね。もう秋の感じの暑さ、残暑見舞い申し上げますなんですかね。そんな感じがしますよ。はい、今日今朝一発撮りしてたんですけど、なんか調子が悪くて消えておりました。でまたやり直してますんで、テンションがもうみんなに下がっております。もうやりきった感があったからですね。これね、たまにあるんですよ。いきなりこう録画パッと消えたりね、する時があるんで、もうたまらんですよ、ほんとね。まあしょうがない、それが一発撮りの怖さなんですけど。はい、今日のお庭事情いきましょうか。はい、メダカちゃんたちはもう相も変わらずです。はい、で、まあいつらね、なんかもう指入れてもね、なんか逃げないんですよ。もうそら食われるわ、ガラスからとかって思って、少しはちょっと防御本能をちょっとねして、隠れてくれよとかって思ったりねしてるんですけどね。ね、一つ思ったのは、やっぱホテル外にちっちゃい入れちゃダメ。そういう張り子のもうね、あのグリーンウォーチャーね、グリーンウォーチャーのところには入れてはいけない。じゃないと、全部きれいに浄化されてしまうっていうのがよう分かりました。まあそういう話は聞いてたんですけど、はい、まさかねとかって思ってね、ほんとそうなんやとか思ってですね。はい、だから今の補填層と土が入ってないところはもう順調に汚くなっております。汚くなってる、だってあれが餌になるって言うてたもんって感じですかね。そんな感じがします。で、あとは植物の方ですね。はい、電気系グラディウスも電気がいい。すまれ、オベサ、リバランプランさんからお迎えしたオベサですね。皆さん立派ですねとかって言われてるオベサなんですけど、てん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 とこう筋がこう星状というかね、こう入ってるじゃないですか。で、その筋が大体1本こうちゃんちゃんちゃんとこう入ってるのが分岐してるのが一つあったんですよ。あれどういうことかいなとか思って、皆さん、誰かご存知の方いますかねとか言って、そういうことじゃないね、別に。知っても、そういう育ち方しとっちゃうのも言われたらそれまでなんですけど、なんかその変化見れましたね。で、あとは、なんかあれ、まあ、サボテンはもう、ほんと順調だな、ほんと花芽が出て、元気ない。で、やっぱ、ああいう、こう、塊系というか、なんていうんですか、ああいうぷくぷくしてるやつは、もうほんとこう、筋のところがこう緑っぽくなったりとか、そこだけ明るい色になるじゃないですか。まあ、あれで成長してるな、大きくなってるなってのが分かるからいいですよね。あとはパキポ系はもうやっぱ花芽のところがこうミヨーンってこうやっぱ伸びるのが、やっぱ成長してるんかなってやっぱ思うんですけど、でもこう太く丸くするような感じでいくんやったらあれじゃダメなのかなとかですね。誰か徒長やないとか言って言う人もいましたけどね。徒長がなんぼやとかいう感じですね。で、昨日の夜、まあその順営していた名も知れぬアガベですか、なんか下葉が3枚4枚真っ黒になっとったから、うーわこれマッケルベアの時と同じやとか思って、国府病、国死病、なんかそんなやつペストみたいな、ね、じゃないんですけど、なんかまあ腐れていくような病気みたいなので、まあ、引っこ抜きました。そしたらもう根もしっかり上回ってなく、もうスッと抜けてしまったので、あ、そらダメやわと思って、黒いところも全部撤去、もう全部黒いのはもう撤去、切除、しまして、でまたスッと刺しました。普通はメネデールとかつけてこう発根してから、さあ植えようかとかっていうのが普通なんでしょうけど、はい、パキポキはもうバッサリ切って、そのままズボッと頑張れワイルドにぶち刺しました。はい、で、あとはどうでしょうか。だからちょっとね、場所を変えるだけでそんだけね、なんか良くなくなってくるんですね。もう30センチぐらいですよ、移動したの。
多分ね、それだけでもそんなにもう、ね、調子を崩すっていうことで、でもう他 の, あの一番調子いいのはもうリュウゼツラとリキュアですね。もうガッチガチです。はい、この2つは大丈夫ですね。いやー、植物って本当難しいですね。はい、じゃあこの続きはまた後で。はい、パキパキさんのブレーキ続きです。ということで、こちらの方面相も変わらず秋空でございます。もうそろそろ森山直太朗が出てくるんじゃなかろうかと思うんですけど、ていうかもう今日朝歌ってましたね、森山直太朗ね。後でちょっと聞いてみようと思うんですけど、はい、ね、また吉野さんは、例の茶室の方へ向かってるんじゃないでしょうかね。はい、あれ作家さんなんかな、毎回言ってますけど毎回聞いてないというね、しょうがないですけどね。はいそんな感じで思っております。どうでしょうか、ライブも。あ、そっか、サブ島さんですかね。サブ島さんが、1周年ということですかね。でフォロワーが4000人突破って もう過ぎてましたけどね。まあ、キャンペーンということで、なんか募集要項をちゃんとプレゼント要項をちゃんと読んで、応募してくださいとか言ってね、もう夕方バリバリを発揮しておりましたけど、もうめんどくさい、でもやりたくなる気がないぐらい、もうやりたくなくなる気がですね。コメントでも応募しました、よろしくお願いしますって言っても、なんか、応募されておりませんとかっていうなんか来とったけど、バッサリ行くねとか思いながら、もうあのキャラがね、受け入れる人と受け入れない人がいますからですね、難しいよね。はい、まあ、鯖島さん九州の人ですからね、癖がありまくりまくるですね、私も含めですね。はい、って感じです。まあでもどうですか、1年で4000人ってすごいじゃないですかね。あの花房さんとかもそうですけどね。花房さんといえば、の園芸ラブですね。来月、吉野さんも、私東北とか言いましたけど北陸になるんですね。石川県って言ったかな。あのボタボタさん情報なんですけど、もうよくわかんぞ、もう 上はもうみんな北海道かと思って、じゃあそれ言い過ぎやねそれは言い過ぎやろっていう感じなんですけどね。いまいち上がってないですね。あの池内のシフトさんですかね、あの新潟とか、なんかいまいち上がってないですよね。新潟やったらもうあれでしょう、道路があの雪でなんか壁になってるんでしょうとかね、そんな感じのイメージしかないんでですね。もう中国人が、ね、昔自転車でっていう自転車の大群がっていうようなイメージの言い方やねまあそんな感じで思っております。はい、さて、あとはまあそうですね、バンキシャの吉野さんといえば、あのアパオですね。なんか最近アパオを見るとですね、なんかすごい卑猥に見えるなとかって思ってるんですけど、だって七尾ポーズしたりとかさ、なんかあんな人ら何を目指してんのこの人はってやっぱ思うんですけど、二度寝成功しましたとかですね、なんかもう本当吉野ワールド炸裂してるんですけど、ただあの人すごいよね、足すごい綺麗よね、すね毛ないよねあれ多分ね、脱毛してるんだろうね。すげえな、私らはボーボーじゃないでしょうけど、ありますけどね、ああいうの舌がいいんですかね。今時の男子は美意識が強いって聞いたことあるんですけど、そんなにとか言ってやっぱ思うんですけどね。あの福岡のゴリさんですか、もうなんか目元パックどうたらとか言って美意識高い、男子とか言って言ったけど、もう結婚したけど全然せんでもよかろうっていう感じなんですけどね。どうなんでしょう、奥様連中やっぱそういうのが意識が高い旦那さんの方がいいということですかね。なんかいやらしさしか感じないんですけどね。最低限はせないかんと思いますけどね。まあ匂いだとかいうの、匂いはちょっとごめんなさいね。私雨降ったらもうちょっと炸裂するので、もう私なんかもう本当、この匂いとか言って言われるかもしれないですね。もう東京の人からすればね。違うか。そんな感じで思いますけどですね。さて、あとは何かあったかな、イベントごと、ちょっ
と一段落したんですかね。もう予告がだいぶ少なくなってきたような気がするので、まああとはまったりまったり秋に突入して、まあ冬にっていうことですかね。さあ販売ももうそろそろね、もうそろそろっていうかですね、まあ秋まで、ダッシュということで、あともう1ヶ月ちょっとぐらいでね、もうそういった感じになってくるかと思うんですけど、もうそこまででしょうね。もう冬型どうなんですかね、動いてるんですか。動いてないよね、まだね、このまだ暑いもんね。なんか気候流がどうだろうとかいう人もちらほら出てきてますけど、なんかね、その日本全国場所によって全然違うからね。うちは全くやろ、全くまだ動いてないと思いますからね。まあ、でも春夏秋冬ね、楽しめるっていうのでいいですよね、植物はね。まあちょっと季節の変わり目がもう本当今年はやられましたんで、来年はどうなんかなとか思いながら、またやらかすっちゃうかなとか思いながらですね、すごい心配なんですけどね。ちょっと今年はその、冬越しをする時の、水の与え方とかね、日照ですね、どんな風に咳が出るかっていうのを考えながらやろうかなとか思ってやらないでしょうね。はい、もうそんな今日この頃でございます。はい、明日は日曜日ということで、2連休2日目ということで、皆さんもまだまったりゆっくりいいですねということでね、ムカつくっていう感じで思っております。私はまだまだお仕事でございます。ザマミロです。で頑張ろうかと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうかと思います。お疲れ様です。てっけみじー。生きるすべてのものへ注ぐ光と影、花は枯れ大地はひび割れる、そこに雨は降るのだろう。やがて涙は乾くとき、風に吹かれちゃいられない。僕は君が思うような人間じゃない、そうさ、そんな人間じゃない。